ジーザスは原作、七月京一、作画、藤原義秀による日本の漫画、週刊少年サンデーにて1992年43号から1995年20号まで連載された。単行本は全13巻、ワイド版と文庫本は全7巻が刊行されている。話数カウントはレッスン。闇社会で生きる。 主人公が、成り行きから、高校教師に噴し、高校を舞台に襲い来る、様々な敵と戦っていく一方、やがて組織への復讐に身を投じる姿を描く。作中に登場する固有名詞は、クトゥルフ神話の用語を借用したものが多い。警視庁処刑下編のラストシーンで、ジーザスが残したセリフは、当時、週刊少年サンデー史上で行われた本作のセリフ。 募集キャンペーンにおいて、大賞を受賞したフレーズである。また、単行本最終巻に収録された、今宵、地の海を渡れでジーザスと死闘を繰り広げた、殺し屋たちも、同じく読者からの応募によって作られたキャラクターで、大賞を獲得したのは、軍団の戦闘に立っていた犬を使う殺し屋である。本作と同じく7月が、原作、 藤原が作画を手掛ける漫画闇のイージスシリーズは本作よりも後の時代を舞台とした同一世界の物語となっており、作中には純レギュラーとしてジーザスが時折脇役として柏原が登場している。しかしストーリー同士に直接的な関連性はなく、本作の続編ではない別作品となっている。その後、2009年から2012年まで、 闇のイージスの続編も兼ねた本作の正当続編、ジーザスサジンコーロが、モバマンにて配信された。期待の傭兵かつ暗殺者として、闇社会で恐れ得られるジーザスは、ある組織から一トンのヘロインを強奪後に、自らの死を偽装し、外見が酷似した死者の藤沢慎吾になりすます。しかし、ジーザスと彼に協力した、梶原十三の誤算は、ヘロインを、梱包偽装した。 黒板が手違いで新生高校に納品されてしまったことだった。やむなくジーザスは新生高校の日本史教員に内定していた藤沢慎吾に代わり、新任教師として勤務することになるが、ジーザスの周囲では次々と事件が発生する。ジーザスは正体を明かさず殺し屋としての技術を使い、事件を起こした相手と戦っていくことになる。一方、 ジーザスにヘロインを強奪されたのは、信仰の秘密結社、24だった。24の一員の三崎薫は、ジーザスの生存を信じ、彼とヘロインの行方を武器に組織内で、着々と地位を築いていく。三崎の忠実な部下で、虎の異名を持つ、凄腕の狙撃手の五道な美は、様々な事件の震源地となっている、新生高校に養護教員として潜入する。 ジーザスは教え子である、不良少年の戸川誠治、戸川の幼馴染の野城幸子、そして同じく新任教師として赴任したお嬢様の水谷由子を守りつつ戦ううち、次第に自身の過去を明らかにしていく。最初は、資格としてジーザスと対峙したみども、様々な出来事を経て、ジーザスの無二の戦友となっていく。やがて、十四を引きずり出したジーザスは組織との、 因縁に決着をつけるべく復讐に身を投じる。日本において CIA に匹敵する情報機関を創設することを目的に作られた秘密組織。24という名前は東京都24区という意味を持っている。また幹部には地図の駒の名を肩書きとして与えられている。ありがとうございます。